なんとなく死ぬ回数は減ってきた感じ。俺らがあいつの動きに慣れてきたんでしょうね。回数が減っても倒せないんじゃ、いつかは。風魔法は空気を動かすだけだし、私レベル低いからこんなもんだし。新藤さん。え？俺が傷口から体内に入って攻撃を仕掛けます。ですから新藤さんは。わかった。肘から指先までがあいつの主な攻撃範囲だったら、捨て身覚悟で懐に取り込め。これで動きを止められるはず。ですから新藤さんは、あいつの体の中に、ウィンド、一気に空気を。やったね、すごいゆうちゃん。おめで。うわ、びっくりした。クリアでござ。おお、そうなんだ。っていうか、なんで毎回後ろから出んだよ。